こんにちは。賃貸のまさきイメージキャラクターのむかすくんです。本日は、京都府にございます、レオパレス魚課題という物件の102号室に来ております。それではむかすくんと一緒にご紹介させていただきます。はい、まずこちら、玄関となっております。玄関からね、大変広く捉えておりまして、左手側には下駄箱収納、さあまたね、こちら冷蔵庫、電子レンジとなっております。はい、また右手側にはですね、こちら扉ございます。さあ、こちらの扉ね、開けていただきますと、このような、はい、お手洗いとなっております。こちら奥の方進んでいきますと、室内洗濯機置き場、洗濯機もね、ついております。ただ、こちら右手側がね、こちらお風呂場となっております。洗面ボールございまして、お風呂場ですね。はい、こちらが、浴室となっております。はい、ではまたですね、都度戻ってきまして、こちらがキッチンスペースですね。上下にしっかり収納ございます。二口のコンロございまして、大変ね、使い勝手の維持。こちらがキッチンとなっております。ただ、お部屋の方がね、このようになっております。洋室タイプですね。はい、このようになっておりまして、まずね、こちらには、はい、セコムですね、ホームセキュリティサービスがついております。また、このように、ベッドの方もね、ございまして、こちらにはですね、モニター付きの、インターホンついております。こちらもカスクのおすすめですね。ただこのように、ね、小さな机もございますし、テレビや、エアコンなどもございます。はい、こちらはね、収納ということで、クローゼット収納ですね。しっかりとハンガーポールの方も通っております。お洋服もね、かけていただくようになっております。はい、またこちらの物件、ロフト付きということでですね、こちら上がっていきますと、このように、ロフトですね、ございます。はい。それでは、こちらの物件のご紹介は以上で終了させていただきます。最後にマカス君からお知らせがございます。賃貸のまさきではネット予約サービスやお迎えサービスなど各種サービスを行っております。奈良のおもてなしなら心、賃貸のまさきではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。